それでは定刻となりましたので、令和3年度東京大学大学院理学系研究科科学専攻在職教員の最終講義を開催したいと思います。今日はまずはじめに西原博名誉教授の、続いて長谷川哲也教授の最終講義を開催いたします。私は、最初の西原博名誉教授の、最終講義の司会を担当いたします山野井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。西原先生はすでに2年前ご退職されているんですけれども、コロナ禍のため、最終講義をその時行うことができませんでした。大変遅くなりましたが、今回このように最終講義を行えることを大変嬉しく思っております。それでは恒例に従いまして、西原先生のご略歴を当時の専攻長であられました、山内薫教授からお願いしたいと思います。山内先生お願いいたします。講演台の方にアクリル板を置いてありますので、マスクを取って、ご紹介お願いいたします。それでは山内先生よろしくお願いいたします。はい、そうです。山内先生、ご紹介ありがとうございました。私、科学専攻の山内と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、本日は西原先生、そして長谷川先生、ご退職、本当におめでとうございます。また関係者の皆様におかれましては、この大変 お祝いの席というか、おめでたい席に多数お越しいただきましたことを御礼申し上げます。私はその2年前に専攻長をしておりまして、で西原先生のご退職のセレモニー、ご挨拶、私がご挨拶を専攻長してさせていただくということが控えておりましたので、専攻長になった時からその年の3月に行われる最終講義を目指してイメージをずっと持っておりました。ところが先ほど山内先生がおっしゃったように、コロナの感染が広がってしまって、皆さんが集まることができないということで、私が用意しておりましたスピーチも全く使われることなく、私の研究室 のホームページにブログのような格好で残させていただいております。でその中で私は西原先生がいかに科学専攻に尽くしてこられたか、教育および研究の意味で大変なご貢献をなさったということを書かせていただきました。と同時に、大変温かいお人柄が出て、多くの学生さんたちをエンカレッジして、立派に育て上げられて、その方々は今も、この会場にたくさんいらっしゃっていると思いますけれども、活躍され、日本の学術を、教育を引っ張ってらっしゃると、そういうことに関して大変ありがたいということを書かせていただいています。で、同時にちょっととぼけた格好で、講義もなかなかいつもギャグを飛ばされるということで、それが時々受けないことがあってもめげないというところが、大変学生さんに支援されてたという大変温かいお話も大変たくさん伺っておりまして、話し出すと気がありません。で山内先生が早く経歴を紹介しようよとおっしゃっているように思いますので、大変申し訳ございませんが、恒例でございますので、西原先生の経歴を紹介したいと思います。で西原先生は1977年3月に医学部科学科をご卒業されました。で79年3月に大学科学専門課程、 大学医学研究科科学専門課程の修士を修了されて、82年に科学専門課程の博士を修了されました。で学位は理学博士をお取りになり、指導教員は佐々木幸義先生でいらっしゃいます。でその後、ご卒業、学位ご取得後、直ちに慶応義塾大学理工学部科学科の助手になられました。で研究室は荒牧邦嗣先生 の研究室です。でその後、1990年4月に、慶応義塾大学理工学部科学科の専任講師になられますが、その前に、ユニバーシティ・ノースカロライナ・チャペルヒュー客員研究員を兼任されています。で1992年4月からはさらにプロモーションされまして、助教授となられました。でその後1996年に、
東京大学理学系研究科の感染科の教授に、承認されて、着任されたということでございます。でその間新技術事業団、これは今の JST ですけれども、先駆け研究21光と物質領域研究員を兼任されていらっしゃいます。そして、その後は経歴はご退官まで2020年3月まで、東京大学理学研究科学専攻の教授をお務めになられています。でまた理化学東京理科大学研究推進機構総合研究所の教授に2020年4月からご退官を、東京大学ご退官を着任されて、その後その職にまたおられるということでございます。また2020年6月には東京大学の名誉教授の称号を授けられて、この選ばれていらっしゃいます。で学会の活動は2011年、からインターナショナルソサエティブエレクトロケミストリーバイスプレゼントとしてご活躍され、2013年まで、そして2013年からは日本科学会の副会長を2年間務められ、2016年から1年間は、電気科学会の会長、そして2016年から2020年まで、作体科学会の会長ということで、学術の分野においてもリーダーシップを取られていらっしゃいます。またご受賞は2003年に日本科学会学術賞、それから2015年作体科学会賞、2016年に日本科学会賞、ハイプログラミングを用いる電子光機能分子システムの創生というタイトルで日本科学会賞を受賞されておられます。また主な研究プロジェクトとして2009年から2013まで科学研究費の補助金の新学術領域で分野を牽引されまして、ハイプログラミング、超分子、超分子超構造体の科学と科学組織の創生で領域代表としてこの分野を引っ張られてこられました。また2015年から2020年までは JST のクエストのプロジェクトの領域において、有機無機複合二次元物質ハイナノシートの創生と電子光化学総合化学複合機能の創出というタイトルで研究を進められました。で2017年から2019年までは JST スタートプロジェクトの支援型第一サイトということで、SIF 局とシリコンの局と有機製局からなる軽量高エネルギー二次電子の開発を推進されました。で2019年から2023年まで科学研究費特別推進研究二次元強薬ポリマーハイナノシート創生とヘトロ構造化による高磁機能発現で、2019年は石原先生がご退職になる最後の年ですけれども、その年に特別推進研究を採択されて研究を進められるというのは、このバイタリティはまさに素晴らしいというか、もう見習わなければいけないということで、私もちゃんとそういう資金を取れないと次のポジションがないんだろうなと思って、努力しておりますが、なかなか大変だということがよく分かります。石原先生にいかに素晴らしいかということがよく分かります。で今の私の方で経歴のご紹介をさせていただきました。で西原先生、本当にご卒業というか、ご退職おめでとうございました。今日はありがとうございました。山内先生、西原先生の略歴をご紹介いただきまして、どうもありがとうございました。それでは西原先生の最終講義の方に移りたいと思います。これも、先ほど申し上げましたように、講演台の前にアクリル板を置いてありますので、西原先生にはマスクを取ってご講演していただきます。本日のご講演のタイトルは、作体科学と電気科学の交差点で育んだハイプログラミングの科学ということで、東大で行ったことに加えて最近東京理科大学でも行っていることも少しお話しいただけるとのことです。大変楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。どうも山内先生ありがとうございます。また山内先生にはですね、多分過分な、紹介いただきましてありがとうございます。2年前に、この山内先生の紹介を受けるつもりでおりましたけれども、コロナ禍で2年延びてしまいましてですね、なかなか東大を卒業できないなと思っておりました。
で今日はですね、このようなまだ、まん延防止たらたらっていうのがまだ続いておりますけれども、大勢の皆様にですね、ご来場いただき、また、YouTube でご覧いただくということでですね、大変ありがたく思っております。この会をお世話いただきました医学系研究科、それから科学専攻の皆様に深く感謝申し上げます。それでは早速ですけれども、今言っていただきましたこのサプライ科学と電気科学に関わる最終講義をですねさせていただきたいと思います。私今山本先生からご紹介ございましたけれども、大学に入ったのは1977年でございます。ということは生まれたのは、1955年昭和30年でありまして、鹿児島市で、生まれてですね、高校まで、そこでずっと育ちました。ほとんど九州以外行ったことがないという生活でした。で、毎日桜島をね眺めながら時々噴火する先生がとか、まあ、いろんな人の様子を見ながら育ちました。で家族は、姉が一人おりまして4人家族です。で私ですね、父が鹿児島大学の農学部で、土壌肥料学っていうのを教えていました。で小学校の頃は、その大学のキャンパスに感謝があって私そこに、住んでおりまして、そのキャンパスを遊び場にしてましたので、まあ、そこでまあ農学部ですから非常に自然に親しんだという思い出があります。で多分私が科学の道を選んだのは、まあ、この父の影響は大きくてですね、小学校3年生の時に父から科学の実験動向を一式プレゼントされました。父の、研究室に時々遊びに行ってですね、その器具で遊んでたのが原因だと思います。ということで、まあ、それを使ってですね、生活の中で使っているようないろんなものをですね、混ぜたりなんかして遊んでたんですけれども、まあ、それが楽しくて科学の道を選んだというふうに思っています。で、それから、66年と362日ですかね、経ちました。21日ですね、3日後が誕生日になります。でその間ですね、今申しましたように昭和30年というのは戦後復興期で、非常に日本は平和な時代を過ごすことができました。で55を過ぎてから東日本大震災2011年ですね、それから今回 のコロナ新型コロナウイルスという、まあ、災害、自然災害みたいなものがございましたけれども、まあ、それは我々、人間は、それを、対応していくという力があります。まあ、ところがですね、3週間ほど前に、ロシアの、まあ、独裁者がですね、ウクライナを侵攻したということで、まあ、今世界中が不安な世の中になっています。まあ、今日の私の話はその平和の時代に活動した科学者の履歴ということで、まあ、今日、見ていただいているそれから聞いていただいている皆様とですね、世界平和のですね、なんていうんですか、の願いといいますか、その思いを共有させていただければというふうに思っております。ちょっと硬い話から入りましたけれども、今山本先生にご紹介いただきましたように、私は大学院を東大の理化系で過ごしまして、その後、慶応義塾大学、そして、1996年に東京大学に戻ってきまして、それから23年半研究室を運営しました。そして、定年退職後にですね、2020年から東京理科大学の方に移っております。その間この非常に、素晴らしい先生方に、いろんな、指導をしていただいてですね、私、まあ、非常に恩を感じております。でちょっと学生時代のとこからお話をしたいと思います。これはちょうど卒業研究が終わって修士に入った時の集合写真です。修士とかドクターの学生さんもいますけれども、みんな若いですね、22ぐらいです。で私はここにいます。はい、でこれがですね、我々の、同級生、非常に仲が良くて、みんないろんなところで活躍してるんですけれども、ずっと、そういう、まあ、友情っていうのを育んできました。
で、時々同窓会開くんですけど、一番最近がですね、この卒業40周年ということで、2017年、5年前に開きました。博士会館です。で、お世話になった先生方とか、職員の方もお呼びしてですね、同窓会に開きました。で、先ほどの若い青年、それからね、大学生、女性の方がですね、みんなこんな風になっちゃったんですけども、みんなそれなりの、なんていうかな、魅力をですね、まだ保っているかなというふうに思います。で、大学院の時にはですね、実は先ほどお話した佐々木幸義先生の研究室、無機合成化学研究室に所属しました。私は頭よりも手を動かすのが好きだということと、それからいろんな元素が使えるっていう無機化学に非常に興味を持ったというのが理由です。それからもう一つ大きいのは、研究室のこの無機合成化学研究室の非常に自由な雰囲気に非常に惹かれたということがあります。で、そこではですね、斉藤太郎先生のもとでですね、有金属錯体の研究を行いました。で、修士の時はちょっと変わった合成ですけれども、金属蒸気合成という方法で、金属原子と配子との基礎反応による有金属錯体の合成というのをやりました。で、ドクターコースでは、窒素分子が金属に、結合して配した、二窒素錯体と、水素からできる、ヒドリド錯体、これ反応させて、アンモニアを作るといういわゆる窒素固定反応、これの研究を行いました。それから運よくですね、慶応大学の方に、職を得ることができました。慶応大学は、海面科学研究室で、ボスといいますか、先生は荒牧先生です。で、なんかそれで、すいません、すいません、そこではですね、腐食抑制剤という荒牧先生がずっと、されている研究をやると同時にですね、公安の方で就職電極というものの研究を行いました。一枚だけ慶応の時の写真をお見せしたいと思うんですけれども、これが1982年に、勤め始めてですね、最初の背景です。で、最初の科学科の主任教授が、斉藤義彦先生、もう X 線、構造解析の、日本人の、なんていうんですかね、創始者の方ですけれども、この斉藤先生非常に優しくてですね、いろんな薫陶を受けたというのを覚えております。で、腐食抑制剤というのはですね、なんとなく私が大学院の時にやってた錯体化学、有金属化学とちょっと違うふうに思われるかもしれないんですけれども、実はそうではありません。腐食っていうのは、金属の表面で起こる反応で、腐食抑制剤はその表面に分子やイオンが吸着したり沈殿被膜を作って腐食を抑えます。これまさにですね、金属と、イオンとか有機分子の配化学、錯体化学なんですね。それで、この腐食抑制剤に関しては、その錯体との共通性に迫るということで研究を行いました。で、例えばですね、これは、銅の腐食抑制剤、これ万能の腐食抑制剤でして、ベンゾトリアゾールというのが知られています。これはですね、酸性から中性までのいろんな条件で、これ一つで腐食が抑えられるんですね。で、ただその反応機構は、その pH によって、酸性度によって変わってきまして、吸着型とそれからこういう高分子の被膜を作るというのが想像されていました。で、我々はですね、これを、総合的にラーマン分光とか電気化学的な交流インピダンスを使ってですね、明らかにしたという研究があります。それから有金属化学では非常に有名な代表的な反応として酸化的負荷反応というのがございます。それをこうメカニズムというか、反応機構にした腐食抑制剤というのを開発をしました。それからもう一つは、この銅の表面にアルカンチオールの自己集合単分子膜というのをつけて、
まあ、それをさらに二次元化することによってナノメーターオーダーの厚さで老の色をほとんど防止する、そういう被膜の研究を行いました。ということでですね、実は東大に移るまでの間にですね、60何歩私は荒牧先生と教授で食欲性の論文を書きました。一方でですね、腐食っていうのは結構その防御的に金属を守るという話なんですけれども、もっと能動的な分子の機能を生かした、電極との組み合わせっていうのが面白いなと思って、主食電極の研究をスタートしました。でこれの複製は実はドクターの病研究になります。でもともとですね、根粒バクテリアの中の、その、常温での窒素固定っていうのはですね、窒素分子とプロトンと電子、これが巧妙に組み合わされることによってアンモニアが出てきます。でこれによって触媒的に、この何て言うんですかね、この、鉄モリベンプロテインですね、これが回るということになります。ところが私がドクターの時にやってた研究は、窒素分子からの窒素作体と水素分子からのヒドリウド作体を作るんですけど、電子が入ってないので、出てきたアンモニアが出てきた後、メタルがですね、もう酸化されてしまって元に戻せない。でこれをですね、触媒的に回すにはどうしたらいいか、でこれは主食電極を使ったら面白いんじゃないかなということで、この電子を、供給する源として主食電極というのを始めることにしました。ただ最初に窒素作体を電極につけてですね、電気をちょっと流すと窒素作体がボコボコに壊れてしまって全く言うことを聞かないということが分かってきて、それで実はちょっと方向をですね、もっと原点に戻って、まあ、有金属作体ではよく知られているレドクス活性なフェロセンの主食電極からスタートしました。でまあ、それまでフェロセンのですね、高分子被膜の主食電極というのは知られてなかったものですから、電解重合で、フェロセンを、ポリマーにして電極にくっつける新たな方法を開発して、それをもとにフェロセン、メタロセン、他のメタロセンの主食電極も、の研究をスタートしました。でこの作ったフェロセンの電解重合膜の電極はですね、非常に緻密で、溶液中にこう他の機能なんかのレトクス子を溶かしていると、それの電子移動を直接電極と行うのをですね、妨げるということです。その代わりにこの、機能のレトクス反応をですね、このフェロセンの電極の電位がですね、コントロールするということで、選択的な電子移動を行うということは分かりました。でこの結果を、1985年の電気科学会で発表しました。これが実は電気科学会との最初の関わりで、まあ、この時に私30歳だったんですけど、非常に当時若く見られていてですね、懇親会に行くと君はどこの研究室の学生さんって言われたのを今でも覚えています。まあ、そこで、まあ、いろんな先輩方と仲良くなって、まあ、電気科学会のですね、いろんな仕事もやることになって、まあ、電気科学会を、まあ、一つの学会活動の場としたということになります。で今のは、溶液中のデドクス子のこの、電子移動を、後部子膜でコントロールするって話だったんですけれども、実は学生時代からですね、モリクラエレクトロニクス、分子エレクトロニクスっていうのが、流行りだしていて、非常にそれに興味を持っていました。特にそれの創始者の一人である、エイブラム・トラトナーのですね、モリキュラリクチファイヤー、まあ、この論文に触発されて、まあ、実は単無視ではないんですけど、先ほどお示ししたフェロセンの電極と、それからこれはドナーとして働くんですけれども、そのコバルト線、コバルトシニウムのですね、電極、これアクセプターとして働くんですけど、それをこう重ね合わせた二層膜の電極を作って、ドライな状況で電流電圧特性を取ると、こういうダイオド特性が出るということで、これを発表しました。まあ、これがですね、その後分子エレクトロニクスの研究に近いことを発展させたことになります。でこういう研究を行っている間にですね、私主食電極の、本当の、なんていうかな、研究をやっているところに留学したいなというふうに思うようになりました。
で慶応大学は、私は82年に、助手になったんですけども、その前年の81年から、科学科が、創設されて、それで我々教職員が、ね、一丸となって慶応の科学科をですねいいものにしようと努力してました。でもうこの85、6年頃になりますと、一期生がもう、卒業して修士に行くようになって、ね、少し落ち着いてきたということ で先ほど申しましたこの就職電極の本場の研究者のところに行きたいという欲望がですね膨れ上がってきて、それでアメリカのノースカロライナ大学のマレー教授のところにですね行きたいという希望が、出ました。でそれをロスの荒牧先生にお伝えしたところ、もう非常に快く行ってきなさいよというお許しをいただいてですね、それで、2年弱ですね留学することができたということになります。で行った先のマレー先生がこれですね、それで初めて私新婚旅行はグアムに行きましたけど、それ以外外国行ったことがなくて、もう32歳でしたけれども初めてアメリカ大陸を見てですね非常にスケールの大きさに驚いた記憶があります。で当時はインターネットなし、 E メールなし、携帯電話なしですから、非常にアイソレートしたところで、研究残念をすることができましたと言いながら、これ別にワールドに行ったりしてますけれども、で1年7ヶ月だったんですけれども、その間にですねフランスのリブルネストさんとか、今ご国にいる渡辺さんとちょっとオーバーラップしまして、彼らとはですね、一週間の友人、友達になったという記憶があります。で、アメリカから帰ってきて、実は、先ほど言ったモリキュラーエレクトロニクス、それから導電性高分子というものの観点からですね、導電性高分子に線金属を入れた、次元強弱高分子錯体というのに興味を持ちまして、こういうピロールとポリピロールとかポリチオフェンのヘテロ原子が線金属になったような高分子さんを研究しました。これ東大に移ってからも研究続けまして、特に今徳島大にいる倉島さんはですね、このルテニウムの新しい化合物を合成して、これ非常に面白い物性を示すものを合成してくれました。それからこういう導電性高分子を排出するような錯体、それからこういうオリゴフェロセニレンで、これはフェロセンのレドックスがこう多段に出てくる面白い錯体なんですけども、この多段のレドックスの特性を、福井大の青木先生、チェンさんとですね一緒に、解き明かすというような研究を行いました。で錯体科学会の方はですね、こういう研究をスタート始めてたので、ちょっと、そろそろ、発表したいなということで、1990年に入会して91年の奈良の学会で発表しました。そしたら結構早く学会のソサエティに受け入れていただいてですね、92年には、岡崎での分子研のですねコンファレンスで発表する機会をいただいたりしました。それからも長い錯体科学会との付き合いになります。それからもう一つ慶応大学の時のイベントとしてはですね、先駆け研究領域の研究になりました。これちょうど先駆け研究が始まってですね、最初には立ち上がった3つの領域の1つ、光と物質という領域で、研究総括は本田健一先生でした。で実は本田健一先生は、私はマレー県に留学するときにちょっとお願いしたことがあって、推薦状を書いていただけないか、その縁があってですね、私実は光と物質というんですけども、光に関する研究を全く行ってなかったんですけど、もしかしたらと思って本田先生のこの領域に思い切りにですね申請書を書いてインタビューを受けたらですね、通していただいてですね、それで加わったという思い出があります。そしてすいません、今の先駆け研究が終わったのが1996年の10月だったんですけども、それと同時ぐらいにですね、東京大学の方にですね、採用していただきました。でこれは移った次年度の最後の、これ卒研生との集合写真だと思います。で
ここにいらっしゃる駒先生もいらっしゃいますし、中村先生もいらっしゃると思いますが、私あの新米の教授ですね、端の方にこうちょこっと座っているという状況です。で、あのそれから、2020年まであの研究室のスタッフであ の移り変わりを書いたんですけども、赤が准教授、それから、緑が助教、それから、青はあの学生さんというような感じ です、ね、こういうふうにたくさんの、メンバーと一緒に仕事をしました。それから一番大事なこのピンクはこれは秘書さんなんですけど、秘書さんにも大変お世話になりました。で、東大ではですね、ここから東大の話に移りますけども、あのたくさんの研究テーマを行いました。でこれはざっと見ていただいて、その研究テーマについてはですね、あの特にこういうスタッフが中心になって研究を進めてくれまして、で、今あの理科大の方で行っているハイナノシートの研究員とですね、だんだんこう集約していくというような研究の流れであります。で、あとこれもさっといきますけども、あの研究室からは、学位を取っていただいた学生さんがたくさんいます。あの大変素晴らしい学生さんに恵まれまして、1期生は実は5人いるんですけども、2002年に最初のドクターが出て、これは2007年まで、それからこれは2007年から2012年までですね。ちょっとすいません、名前が追えないかもしれませんけども、それからこれが2012年から、2016年まで、それからこれは最後ですけども2016年から2020年、これは私が退職した年です。そこまで、52名の博士が、研究室から出ました。その後実はあの、ドクター2年で残ってた木村さんについては、あの塩原先生にお世話になり、それから丹さんについては長谷川先生にお世話になってですね、博士号を取得して、まあ、彼を入れると54名の博士が卒業したことになります。で、今日はですね、これからあのその東大での研究をですね、少し全部お話しできないので4つほどトピックをお話ししたいと思っています。最初があのフォトクロミックサプタイを中心にお話をいたします。で、先ほどあの光と物質領域に私先に研究入ったと言いましたけれども、まあ、そこまでそれまで光のにあのなんていうかな関する物質はほとんど研究してなかったんですけども、その領域で、光異性化をしてですね、色が変わる、光を当てると色が変わる物質、フォトクロミック分子というのは非常に面白いなと思いました。それでそのフォトクロミック分子、いろんなものがあるんですけど、それと金属タクタイをこう合わせ技を使うと、お互いの相互作用によって体重機能が出るんじゃないかということで、この領域を立ち上げることにしました。これをフォトクロミック作体と呼ばさせていただきます。で、あの実際にはですね、2000年からあの2014年まで多くのいろんな作体を合成しました。で、あの、まあ、ここで終わったんですけど、あの、実は まだレビューをですね、あの、新しいレビューも頼まれてまして、それを見るとこの領域がまだまだ広がっているなというふうに思っております。ここではその中これの全部喋れませんので、いくつか取り上げてあのお話しします。で、これは大変あの最初の頃 の最初にスタッフとしてですね、九州大学が来てくださったあのクリアさんが作ってくれた作体なんですけど、先ほど出ているフェロセンとですね、アゾベンゼンというフォトクロミック分子をつなげた非常に単純な作体です。フォトクロミック作体です。で、アゾベンゼンは紫外光を当てるとトランス体からシス体になって、それで青色の光を当てるとシス体からトランス体に戻るということが知られております。これもそのこと起こるんですけど、それ以外にですね、実はこのグリーンの光でトランスからシス体になるということが見出され、かつフェロセンを酸化してフェロセニウムにした後にもう一回グリーンの光を当てるとシス体から今度はトランス体に戻る、すなわち一つのレックス、あ、一つの光源とですね、レドックスで、可逆な、酸化あのフォトクロミックができるというようなものを見出しました。これはその原因はですね、あの
このグリーンと光ですね、ペロセンからアゾノパイスターへのですね、MLCT バンドというのを冷気するということに基づいています。で、このペロセルナアゾベンゼンの研究はですね、その後、こういう、これ、私も非常にこれの中の友人のフランスのアスラックさんとの共同研究で、これ電動のペンドリルにつけたり、から基板の表面につけたり、こういうシーンにつけたりということでですね、いろんな機能性分子としての展開をしました。それから2つ目の例は、同じアゾベンゼンなんですけど、今度は自治オレン作体というのにくっつけた例です。これ今、筑波大にいるニエさんがドクターの時にやった仕事なんですけど、これもですね、普通のアゾベンゼンとは違う光性が起こしてですね、トランス体からシス体がですね、非常に超波長の、青色の光になります。逆にシス体からトランス体に戻るのがですね、短波長の光になるという不思議な、不動光性化挙動を示します。これもメタルチオエンからアゾエの繊維が効いています。それから3つ目はですね、今度はフェロセンと、スピロピランという、スピロピランはこういう閉管した構造が光を当てると UV 光を当てるとこういう開管したメロシアリンという構造になるんですけど、それをくっつけるわけです。これは今理科大で一緒にいる長島さんがドクターの時にやってくれた仕事なんですけど、でこれはですね、どこが面白いかというと、これフェロセンの時、フェロセン還元されている時ですね、この時は普通に UV 光と可視光で行ったり来たりのメロシアニンとの間の異性化が起こるんですけど、このメロシアニンにした後にですね、このメロシアニンにした後にこれをフェロセンを酸化するんですね。これメロセンを酸化する、そして色も変わるんですけど、そうするとメロシアニンからスピロピランに戻るって反応が全く起こらなくなります。で、これを元に戻すためには一回これをもう一回還元してフェロセンに戻して、さらに可視光を当てるということでですね、元に戻るということです。まあこれを我々浅いメモリーと深いメモリーというようなことで論文にした覚えがあります。で、それからこれはですね、今度フェロセンを GH20 点っていう、これもこういう、E 体から G 体への異性化が、可視光で起こるんですけど、これでくっつけるわけです。これの面白いところは、フェロセンの間の電子カップリングがこの、G 体と E 体でですね、変わるということです。で、これは東北大に移った今いる坂本さんが、ドクターの時にやってくれた仕事です。それから、これはですね、同じフェロセンなんですけど、やっぱりフェロセンが2つついているので、光性化でこの電子カップリングが変わるというものなんですけど、ついているものが、ジメチル、ジヒドロピレンというちょっと複雑な分子です。で、これはですね、光を当てると、ここの、CC ボンドが切れて開管構造になる。で、そうすると、CPD 構造になるんですけど、これがですね、ほとんど 100% の周率で起こるという優れものです。で、この場合にも、異性化を起こすと、この電子カップリングの大きさがですね、このデルタ E というもので見ていただければいいんですけど、大きく変わるということです。さらに、これを酸化してやると、これがスッと、DHP で型に戻るということで、これは今、名古屋大学にいる村津さんがドクターの時にやってくれた仕事です。それから、今度はですね、こういうその鉄の錯体にですね、こう出電型のですね、リガンドをつけていて、いるとですね、これは LD リスクというその光で磁性が変わるという、そういう、現象を起こします。で、これはソニーに行った長谷川さんが僕の時にやってくれた仕事です。まあ、こういうふうにですね、光性化を起こすいろんな錯体を作りました。で、これまず最後の例になると思うんですけど、今広島大にいる久米さんが僕の時にやってくれた仕事なんですけど、アゾベンゼンをつけたこれ銅の、ビピリジン錯体なんですけども、そこに光を当てるとこのアゾベンゼントランス体がシス体にくるっとなって、まあ、こういう、まあ、形、このトランス体がこうシス体にくるっとなってですね、そうすると銅イオンとの、錯形性上数が非常に小さくなって廃止効果を起こす。
で、この配置交換を起こした動作体と元の動作体の酸還元でデトックスポテンシャルが変わるので、光当てると電位変化が起こると、そういう経緯です。で、これをあのプレサムドクターの時にやって、くれまして、で彼女はあの、この動作体のですね、今申し上げた、なんていうかな、あのメカニズムですけれども、動作体が、混んでる配置がついていると、この同位化の時にはこれ静止連帯型を取りやすくて、同位化になると平面四角形型を取りやすいんですけれども、そのこういう傘高い近くついているとですね、この立体、その、変化がですね、非常に難しくなって銅の2回になりにくいので、酸化還元電位が正眼にシフトするというこういう現象をあの今使ったんですけども、これに非常に彼女は、興味といいますか、あのうまく使ってですね、で彼女は久米さんは、一旦九大に、ポストグレッドで行った後ですね、もう一回助手に戻ってきていただきました。その後フォトクロミック作体ではないんですけども、この銅作体の非常に面白い性質を使った、分子ローターの研究をしてくれました。で、この場合はですね、ちょっとフォトクロミック作体ではなくて、メチル基のついた、ピリジル、ピリミジンという配子です。で、メチル基は、これちょっとちっちゃいです、ここにあるんですが、これは外側向いたり、内側向いたりします。そうすると銅の周りの立体反発がですね、大きく変わるために、その内側向いたり外側向いたりすると、銅の一価二価のレドックスポテンシャルが大きく変わるという現象です。これを使うと、レドックスが変わる分子ローターを作ることができるということで、ここでは、今、東工大の野本さん、それから、ジジカーさんもですね、ドクターとして、いろんな面白い仕事をしてくれました。ちょっとあまり詳細は。それから、これもちょっとフォトクロミック作体ではないんですけど、ぜひちょっと紹介したい系で、東大に移った時にですね、やっぱり最初に立ち上げようと思った、研究のテーマとして、このフェロセンが電子ドナーなんですけど、電子アクセプターと、共約結合して、で電子アクセプターの方のアクセプター順位を外部刺激で変えられればですね、ドナーからアクセプターへの電子移動がコントロールできるということを考えました。でアクセプターとしてこういうアトラ機能を用いるとプロトンがあるときとないときとでこのアクセプター電位が変わりますのでそれを使うとですねプロトンで孵化して電子導を起こすようなそういう系ができるということです。でこれは助手から、ソニーに行った村田さんがドクターの時にやっていた仕事です。で、彼はですね、このフェロセンにいる、アントラ、とはアントラ機能を1ネギでくっつけた作体を作ってでこれを酸の容器に入れると、酸を加えるとですね非常に大きな色変化をしてで、さらにフェロセン2個つけてるやつだと2段の色変化をするということを見出してくれました。ただこの色変化したものの構造が分からなかったんですけれどもその後、入ってきてくれた今、大阪大にいる近藤さんがですねこの赤いやつは実はこんな、面白い、縮光管の構造をしているとピリニム管ができているということを構造解析で明らかにしてくれました。これからまたこの研究が発展してですね実はいろんな新しい、縮光管をですね合成することに成功しでそれらはですね非常にどのアタクセプターの順位が近くなりますので、バレンスドートリミゼーション原子核歩兵性ということを起こしてそこに伴うユニークな光学磁気特性を示すということが分かりました。それから、こういう、面白い色素もですね、この今の若坂大雄林さんがですね僕たちに研究したということであります。それではですねちょっと次に第2の話に伝わっていただきます。バイオフォトセンサーという話です。全く話が変わってきますのでちょっとご了解ください。でこれはですね、どういうきっかけかというと先ほど来申し上げています私が本田健一先生の領域
最近は領域に入ってたということがあります。小田先生は非常にこうマイルドな先生で、我々好きなことやっていいよっていう本田牧場と我々呼んでたんですけど、そこに放し飼いにされていてですね、時々塀の外に出ようとするとちょっと出過ぎだよって言ってこう戻してくれる、そういう非常に素敵な指導していただいたんですけども、そこで、やった仲間との共同研究です。でその作業研究が終わった時にですね、我々それぞれの分野の学会に戻るとですね、お互いに会えなくなる、それが非常につらいと。でぜひその分野を超えた融合型の研究をやろうということでですね、その作業領域には我々化学だけではなくて生物の、研究者、それから物理の研究者とか電子工学の研究者がおりましたので、彼らと、共同研究をしようということを考えました。でやったのがこの研究です。で、具体的には高校生の、細菌から取れるフォトシステム1という、部品をですね、からその分子のワイヤーをこうつないでですね、それを金のナノ粒子につなげて、それをトランジスターの FET のゲートの上に向けてですね、それで光が当たると電子が流れて、それをゲートで検出するという、そういう、バイオフォトセンサーを作るという話です。で、これはただ最初いろいろ提案すると、なかなか、こんな奇妙な研究って受け入れてくれなくて、中西さん取れなかったんですけど、先が終わってですね、もう6年ぐらい経った、2022年から予算が取れて研究がスタートしました。で、これは2022年の最初の時の集まりで、指導が大の宮方さんのところでですね、やった研究会です。山内さんがここにいます。で、ちょっと原理をもう一回お話しますと、光合成はですね、ご存知の方多いと思うんですけれども、この葉緑体クロロプラストの中にチラホルマンがあって、その中に実は光を受ける部品が2つ入っています。フォトシステム1とフォトシステム2です。で、それが光エネルギーを受けて、高い電子エネルギーの電子を作って、それが、2段階で、エネルギーを受けますので、強い、できたホールが強い、酸化力を持って、できた電子が強い還元力を持つので、水の分解をして酸素と、それで活性水素を作るという、そういう現象です。で、この、フォトシステム1のところをよく見るとですね、一旦光を受けた後に、こうレトックスの階段をですね、電子がこう流れています。でそれはこのフォトシステム1の中心にある部分にですね、こういう部品がいろいろあって、そこを通って電子が流れるためです。で我々が着目したのはこの部品の中にですね、ビタミン K1 というのがあってですね、でこれが実は、このポリペプチドのバックボーンに結合、化学結合してるんじゃなくて、そこのポケットに入っている、物理的に入っているということで、機能ポケットというものですけど、ですから鍵と鍵穴の関係だと。そうするとこれが例えばエーテルみたいな液溶媒で処理するとスポッと抜けて、で似た分子をここにこう再構成できる。でそれを使うと分子の人工的な分子ワイヤーをここにこうつなげることができるんじゃないかということです。でそれを分子ワイヤーをつなげて、その分子ワイヤーの端っこに例えば中央みたいなのを置いておくと金のナノ粒子にくっついて、さっきのトランジスタにくっつければさっきのデバイスができるという、そういう発想です。で実際にですね、これは異分野の研究者が集まって、その PSR を取り出すのはですね、卵色細菌 のサーモスネココッカスエロンガータスという、これ別府温泉が発祥の地のですね、非常に熱に強い、高熱性 の細菌の PSR です。でこれは取りに行ったわけじゃなくて、実は分野の違う研究者がですね、同じ温泉に浸かって同じ温度になると、こうなんていうかな、お互いのこう気持ちがこう合ってきてですね、研究がうまくいくということで温泉に行ったというのが本当のことですけど、まあそこで、ピエスは実際にこう中東でですね、生えてるというのが分かります。で今私理科大にいるんですけど、初めてその理科大の、
井上研究室をですね、生物の研究室ですけども訪れました。で、まあ、井上研で、その PS1 を培養してくれて、でそこに我々のところにいた、水野さん、ドクターと水野さんが作った水の物質でこれを海洋化してやると、PS1 がきれいに取れるというわけです。で我々のグループはこの PS1、あ、すいません、ビタミン K1 に似た人工分子培養を作るということで、ビタミン K1 は一日中ナフト機能にこう長い鎖がついてるんですけど、同じ、レドクス類である一日中ナフト機能とアルキル差で、同じ長さにしてですね、その端っこに金のナノリジつけたり、ビチルビオロゲつけたり、して再合成する材料を作りました。でこれはですね、准教授で来てくれた米沢さんが、今北海道大学ですけども、撮ってくれた電気の写真です。何の電気の写真かというと、 PS1 に我々が作った金のナノ石付きの分子ワイヤーを再構成したものの電気の写真です。でこれぼよっと大きく見えているのがこれ PS1 で、そこのこの黒い点がですね、これがナノ粒子です。でこの2個ずつですね、こう2個か1個かですけども、2個入っているのはお分かりだと思うんです。これ実は機能ポケットが2つあるからで、これは非常にですね、選択的に PSR の機能ポケットにこの人工のビタミン K1 が入っていると、金ナノ粒子が入っているということを示しています。で、まあ、そこまで来ましたので、あとは、まあ、いろんな測定やったんですが、最終的にはその指導課題の南方さんのところで、トランジスタにくっつけてこういう、葛飾北斎の絵をですね、まあ、なんていうかな、イメージングセンサー、実際にイメージングセンサーとしてですね、再現できるというようなセンサーをですね、開発してくださいました。で、この研究はですね、2007年に最初報告したんですけども、その後、我々は実は機能何を使っている理由は、これは単電子移動をする、それを使うとですね、非常に高感度のセンサーができるのではないかということを思っていまして、でその水の中での金のナノ粒子の単電子移動っていうのは非常に、難しいんですけども、それを、今中井さんがですね、ポストクで来てくれて、見事に解決してくれました。これは実は、2つの海面活性剤をうまく組み合わせてですね、表面に疎水性の場を作ると、水の中でのこういう単電子移動が見えるということで、実はこのダブルサーファクタントっていう概念は、私は腐食抑制剤やってた時に学んだ概念です。それから、それをまたさらに、フォトセンサーに、バイオフォトセンサーにということで、これ宮地さんがですね、感度のいいデバイスを作ってくれました。でさらに、宮地さんはですね、それをもう私の直前なんですけども、独自にですね、グラフェンのゲートの、につけた光センサーをですね、さらに開発してくれまして、非常に高感度の、センサーを開発しています。その場合はですね、やはり2つの海面活性ダブルサーファクタントが必要だということを見出してくれます。ということで、このバイオフォトセンサーの研究はですね、異分野融合から始まった研究です。で、実は、この研究 を見たですね、このアルカディエフさんという、これアゼルバイジャンの出身の方なんですけど、今ロシアの、研究所の所長さんですけども、彼が、すごくこの研究を買ってくれてですね、何回も私呼ばれて、植物学者しかいない高校生の学会で基調講演をしようということでさせられました。で今思うとですね、行ったのがバクーとか、それからフシノってこの生物の植物の研究所あるところなんですけど、もう行けないなというふうなことでですね、ちょっと考え深けになっています。それからちょっと先ほど山内先生が紹介いただいたその、インターナショナルソサイティオブエレクトロケミスト ISE というののバイスプレゼントをやってたんですけども、そこでもこういうバイオ、フォトバイオエレクトロケミストリーというものを取り上げていただいたりして、あちこち
世界中を旅行したという思いがあります。それでは、3番目の話に移りたいと思います。今度はレドックス作体分子ワイヤーの話です。でこれはですね、今回 の、 最終講義のタイトルにもある、ハイプログラミングというのは実は、この、研究に基づいて作った、神学術領域の、タイトルの名前です。でその神学術領域は、2009年から5年間やりまして、で班長はですね、東工大の山本さん、それから筑波大の大塩さん、それから名古屋大の田中さんでですね、これも世界各国にみんなで、範囲も含めてですね、なんていうかな、学会をですね、いろいろ回りました。でこれは2010年にヨルダンの司会のところに行った時の写真です。なんか遊んでばっかりのように見えるかもしれませんけども、ちゃんとユーラシアコンファレンスで発表しています。でこの一次元の分子ワイヤーの件はですね、どういう発想かっていうと、まあ、法隆寺みたいな発想で、下からこうボトムアップでですね、こう建設していくんですね、ワイヤーを。で基板にですね、最初に配子をくっつけて金属用にくっつけて、また架橋配子をつけて金属用にくっつけて架橋配子をつけて、まあ、そうすると、まあ、単純な連続のように見えるんですけど、例えば金属用の種類変えたり、この配子の種類変えたりすると、設計通りですね、思い通りの機能をですね、思い通りの場所に埋め込むことができると、そういう系です。で、実際にこれはアンカー配子ですね、それから架橋配子のいろんなものを作り、それから金属インは、まあ、鉄とコバルトだけなんですけど、ターミナルにやっぱりレドックスを起こすような配子を、作りまして、それをつけてというようなことで研究を進めています。でこれはですね、実際は非常に苦労をしまして、なかなかワイヤーがこう成長しなかったんですけど、ドクター・コースカーが入ってくれて今山形大にいますけども、の金塚さんがですね、ドクターで入ってきてすぐに先生できますよと、その方でちゃんと働きますよということで作ってくれました。これコバルトの、テルビジンのこういうワイヤーがですね、47層ついてます。まあ、47層ってことは、彼は一生懸命47回金属イオンの容器入れたり配子の容器入れたりですね、非常に大変な手作業だったんですけど作ってくれました。でこれ2ナノメーターかける47で、大体100ナノメーターぐらいの爆発のものができています。でこれはですね、今のような実際に爆発測定しなくても、この作っていくですね、この作体のワイヤーのこの部品がですね、これがレドックス活性のものですから、ここでレドックス特性を、膜全体のレドックス特性を測ると、どれだけのこの作体が、その膜に、ね、入っているかっていうのを見ることができます。そうやって、測定すると、こうまっすぐつけたリニアにこう伸びたワイヤーではですね、作形成回数に比例してですね、このワイヤーが成長しているということが分かりますし、それからこういう三方向にこうくっつくようなワイヤーを使って、こう樹木がこう成長していくような、木が成長していくようなワイヤーを作ると、これ2の N 乗マイナス1というのに従ってですね、成長していくというのが分かります。で、実際にですね、これはAFM でこういう樹状型のワイヤーを作ってですね、その世代を増やしていくと、まあ、このぐらいの大きさだと5ナノメーター6ナノメーターぐらいの楕円形に見えますし、もうちょっとサイズ1データを大きくすると大きさが大きくなるというようなことを見出しました。で実はまあ今のはキーとチオールという基板との同性から排出の結合を使ってるんですけど、これ実はちょっと結合エネルギーが弱くてちょっとフラフラしてるんですね。それでもっと強い結合を持っていて、かつまっすぐワイヤーが立つような系を作りたいと思ってました。でそれはですね、水素を集端したシリコン、ケイ素の111面ではできるということがですね、予想できるわけです。それですいません、
それでですね、この研究は実はこういう、ビニール機をつけるやつは前田さん、それからアリール機をつけるやつは山之内さんがですね、実際に何ていうかな、実現してくれました。で、今日はちょっと山之内さんの研究の話だけちょっとします。で、実は山之内さんはですね、今の、この東大でやってると思うんですけど、ヒドロシアンをですねアリール化するというのに、非常に素晴らしいパラジウムとかロジウムの触媒を見つけましてですね、で実際にこういうアリールシアンを使ったいろんな機能分子の合成展開をしています。で、これ彼が、2005年からですね実際にたくさんの論文を報告しています。で、その山之内さんと私は結構、家が同じ方向にあってですね、一緒に歩いて帰ることが多かったもんですから、彼と夜一緒に歩きながらですね、ちょっと山之内さん、この山之内反応を分子ワイヤーの基板の分子ワイヤーの件に使えないかなって言ったら、山之内さんが、うん、それ使えますよきっとという話でですね、それでこの山之内触媒をですね、使うことになりました。で、具体的には、シリコンの表面、これ水素化するヒドロシアンですよね、これ。これに、すみません、これにですね、これです。にアリルアイオダイドで、触媒、それから塩基というのを組み合わせるとですね、こういうメカニズムで、こう、アリルシリル基ができる、シアンができるということです。アリル基のついたシリコンができるということですね。で、実際にこれ、うまくいきまして、で、これが2層、4層、これ10層ですけれども、10層だと17ナノメーターというのが予想できますけど、まあ本当にそれに合致したワイヤーができるということが分かりました。で、こうやってですね、ワイヤーを作るというのが できるようになってですね、まあそれと同時にやってたのが、さっきからちょっと触れてますけど、これ分子エレクトロニクスの、基本的な性質を見るのにいい素材じゃないかなと。要するに分子のワイヤーの中をどのぐらい電子が流れるのか、そのダイナミックスや気候がどうなのかというのを調べるのにいい系だなというふうに思いました。そこでですね、実はいろんなダイナミックスや電子移動の反応気候を調べるいろんなトピックスをやりました。で、例えば分子差内を通るレドックス伝導だとか、これがパイ協約したサクターワイヤーが非常に長距離の電子輸送を持っている、これベータと例えばですね、当時一番低い 0.002 というそれから、表面の配置の効果とか、末端のターミナルの効果ということです。で、ちょっとここではですね、時間がありませんので、この一番最後にやった、この電子ドダイナミクスの、特にこの受容型の錯体の話を一つだけ紹介したいと思います。で、これはですね、どういう興味かっていうと、これリニアなワイヤー、末端にフェロセンつけておいて、このフェロセンの三還元を、この基板の電位を変えてみたときにですね、フェロセンが酸化される反応と還元される、もう一回フェロセニウムが還元される反応、これはですね必ず、こういう、電位を、ステップアップ、ポテンシャルステップしてからですね、で電流が1エクスポネンシャルに変わるというこう一時の反応になります。じゃあこれをですね、こういう枝分かれしたワイヤーでこうレドックスサイドがこう多数あるような系の場合にはですね、還元と酸化でこのダイナミクスが同じなのかどうかということです。で、これはですね、すみません、実際には、ちょっとすみません、私物理の、東大の物理の先生方と非常に仲良くさせていただいてですね、特に理論の先生方といろいろコラボさせていただきまして、これも、分かんないときは宮下先生に聞いて教えてもらうというような感じで宮下先生に聞いて一緒に共同研究をしました。で、ですね、これどうしてこれが面白いかっていうと、例えばこういう川に例えるとですね、せせらぎから小川になって大河に川の水がこう降り注いで水に海に流れるときっていうのは川の幅がですねだんだんこう広くなってくるんですね。なので、水がこうスムーズに流れる。で逆に海から川に登るときもですね、太いところから細いところに登ればいい。ところがですね、我々の、電子、分子ワイヤーっていうのは、電子を流す
なんていうかな、アビリティっていうのは、このワイヤー全部同じですから、この川幅が全部一緒なわけです。そうすると、こう上から下に流したときには、多分この辺でこう、いっぱい水が集まってきて詰まってしまって、ここで、ダイナミックスが滞るだろうというわけです。で、それをまあ実際に、理論というほどでもないんですけど、見積もるとですね、電子が基板から外に流れる方は非常にスムーズにいくけど、上から下に電子が流れるときは、これは滞るような、こういう、時間変化をするというわけです。で、実際にこれをですね、実験系組んでやりますと、こう世代を大きくするとですね、さっき言ったスムーズに流れるのと、こう滞る、電子移動というのが見えてきてですね、実際に証明できたということになります。で、この、電子、ブリキラーマイヤーの系はですね、分子エレクトリックスともちょっと関係あるということで、レビューをですね、この3人で、ケミカル相対レビューの、特集号をね、作らさせていただきました。で、あと、この新学領域ではですね、いろんな、作体を中心とする先生方とですね、いろんなところに出かけました。これはフランスですね、レンネですけど、これ、モンサン・ミシェルに行った時の写真だと思います。科学教室では塩根屋先生とかですね、大越先生も一緒に行っていただいた、大越研のメンバーもいますけど、いただいたと思います。それから、その翌年はですね、今度はドイツの、ですね、リンキ・ミュンスターに行きまして、やっぱり日独の、イベントをですね、開きました。これも、今のちょっと世の中ちょっと怪しいですよね。それからコロナもありますしね。こういう素晴らしい機会を得ることができました。あと何番かな。まだちょっと時間ありますので、じゃあ最後のハイナノシートの話に移りたいと思います。で、今、1次元の、どっちかというと1次元のワイヤーの系だったんですけど、今度は、金属と配子からできる錯細なんですけれども、2次元の物質系、ファイナルシートで我々読んで名付けたんですけども、その話をします。これ、コーディネーションナノシートで、コナシというふうに呼んでいます。で、これはですね、どういう有利点があるかっていうと、実はこれ、最初に思ったのは、これ、グラフェンと、ね、炭素からできる二次元物質の今超ポピュラーなグラフェンに匹敵するかどうかっていうところだったんですね。それでグラフェンは炭素からできていますので1種類、基本的には1種類しかないんですけれども、錯体だと金属と配子の組み合わせが無尽蔵なので、それによって多彩な物質とか化学特性になるだろうと。それからですね、金属と配子の反応はですね、非常に大まな条件に進行しますので、炭素の場合はですね、必ず熱で焼かないといけない、非常にこうエネルギーがいるんですけども、大まな条件で合成ができる、そういう特徴があると思ったわけです。で、実はですね、これをやるきっかけになったのは、突然ではなくてですね、ずっとそれまでやってきた研究が元であります。それは何かっていうと、このメタラジチオレンという化合物系です。これ誤飲管ですけども、6π 電子系で、ベンゼンと同じように方向属性があります。それから金属があるので、これレドックス活性です。で、これをですね、我々非常に興味があってですね、これ慶応の私いた時から、このメタラジチオレンをですね、こういうつなげて、三角形の三角錯体にしたり、それからこういうメタルメタルボンドを作ってクラスター錯体にしたり、それから東大に来てからですけどフトクロミック物質とつなげたり、それから磁性物質とつなげたり、それからさっきのピリリウム管みたいなものとつなげたりっていうようなことをやりました。で、多くの、メンバーがですね、そこに携わってきて、で、その中で、この三角形の三角錯体ですね。これが二次元シートの元になります。で、これを発展させてくれたのは、実は、今、住友ゴミにいますけど、柴田さんで、彼がですね、
私慶応の時と違う合成法で、この電磁ヒサチオールと呼ばれる物質をですね、これを金属イオンと混ぜると簡単にこの三角錯覚ができるという反応をですね開発してくれました。で、これが非常に有用で、その後、まあ、東工大の神戸さんがですね、例えばルテニウム錯体で三角錯体を作るとこれがですね非常に電気科学的にはですね、3段階の三角3段階の還元をするという 7つの三角形状態を取るという非常に面白い物質を示します。これまあ言ってみればこのサイトカーに非常に強い電子の作用があるというただこのメタルチオレンのこう研究はですね実は、もうだいぶ成熟してきてですね私この先どうやってこれを発展させようかなと思ってた時があります。その時に実は海綿コロイドの国際学会がですね幕張メッセであってで私自分の発表終わった後にポスター会場に行ってですねポスターを眺めてたんですね。そうすると、まあ、海綿コロイドですから油と水の海綿でなんかイオンが動くみたいなそういうことをやってる、研究がですね並んでいてですねそれを眺めてるぼーっと眺めてるうちにあそうだこれこのメタラジ常連で面白いことできそうだなと思いついたんですね。それは何かというとこういうその金属イオンと、先ほど出てきたベンゼンヘキサチオールですね BHT これを反応させるとニッケルの二価っていうのは変電子化系型を取りやすいので、こういう微調連をですね加強してくれてでこういう二次元の構造ができるはずだ。でさらにですねこの二次元構造を作るのにこうニッケルイオンが水に溶けて油に溶けないでベンゼンヘキサチオールが油に溶けるけど水に溶けないそれを利用すれば面白いというわけです。で思いついてですねその時まだ若いですから幕張メッセから夕方学会終わってから戻ってきてですね、研究室に戻ってきてで当時先ほど示したけどもこの経営をやってた神戸さんにですね彼は、修士だったと思うんですけど、こういう実験やってみないかと言いました。それ何かというと、ニッケルイオンを水に溶かしてですねベンゼンヒサチオールをジクロメタンに溶かしてただそれで放っておくと。そうすると、反応場が、この二次元の海面ですね液海面だけに、縛られるのでそこで反応が起きると二次元の構造体ができるというわけです。で神戸さんはですねもうその夜早速ですね仕込んでくれてこれでグローボックス使わなきゃいけないって結構大変なんですけど仕込んでくれてで翌朝ですね先生できてますよっていうことで見せてくれたのがこれでした。で実際にこれが金属光沢を持っています。で厚みはマイクロメーターってですね多層膜になっているというものです。でこれをですねスプリング8で構造解析すると確かにこういう先ほど書いたような平面構造がですねスタックしててでこの構造面間は大体 3.8 オングストロームぐらいだということの構造が分かりました。で かつこれがスタガード型でスタックしているということが分かりました。で実はまあこれを思い切った時に僕は無機化学今も今は山田先生教えてると思うんですけど、元素の化学で炭素のところでグラフェンと教えてましたので、まあ、グラフェンとなんか対抗できないかなと思ってたんですね。でグラフェンは、まあ、グラファイトと違って炭素だから面白い。だからこれもですねなんとか炭素を作りたい多層じゃダメだよねと思っていたんですけどもそれをまああっさり神戸さん解決してくれまして、この電磁ヘキサチオールを、雪溶媒に気圧流溶媒に溶かしてですねでそれを、ニッケルイオンの水溶液の上にちょっと垂らすんですね。でもその排出の量がこう広がるとちょうど炭分質層しかできないような非常に少ない濃度で乗っけます。そうするとですね実際に炭分質層しかできないのでそれを基板で、すくい上げると、実際にですねこういう 0.6 グラムメーターという厚みの炭分子膜が見えたということになります。でこれをですね2013年に、報告をしました。そしたらすぐですね、こ
この医師大のフェンリューさんからメールがあって、お前らのやつは非常に面白い、で自分は勇気のトポロジカル絶縁体に興味があるんだけど、お前らの計算したらそれになるかもしれないということをメールで送ってくれました。でトポロジカル絶縁体って非常に難しいんですけど、あのグラフェンの電子構造、こういうディラクポン型の構造をしているんですけど、このディラクポイントのところがですね、ちょっとギャップができるとトポロジカル絶縁体になる。これはなんでギャップができるかというと、これグラフェンは炭素しかないんだけれども軽い原子しかないんだけど、この場合ニッケルとか硫黄とかちょっと重たい原子があるので、そのスピン式の相互作用が大きくなってですね、ここに 13.6 ミリエレクトンボルトというギャップができるわけです。ただこのギャップは非常にちっちゃいので、だいたい158ケルビン以下じゃないとこの下出てこないということになります。でトポロジカル絶縁体というのは、バルクは、年内は絶縁体なんですけど、そのヘリだけですね、H だけ電動スピンがこうあってですね、それによって高電動をすると、スピン変極をするということで、まあ、次世代のですね、スピントロニック材料として今物理で注目されています。ということで、この物質はですね、非常に物性で面白いということで、その後このニケラジ条約についてはですね、レドックス特性や、導電性やですね、それから実際に金属であるということを高電子分光であったり、あとフェンリーさんと一緒に計算してもらったりということでですね、これも物理の長谷川先生とか、仏教のですね、石岡さんなんかと共同研究を しました。で、もうちょっとこの展開はですね、ニッケルの場合はさっき言ったように 13.6 ミリエレクトロンと非常にちっちゃな、ギャップしかないんですけど、スピン軌道を相互作用を大きくすればそのギャップが大きくなって、室温でトポロジカル絶縁体になる可能性のある物質ができるということです。そのためにですね、重い原子を入れるということで、ニッケルよりも重たい白金をですね、入れた、物質を作りました。白金の自治用連、プラチナ自治用連の作体、ナノシートです。これは理科大にいるパルさんが今、ドクターの時に作ってくれたものです。で、これがですね、実際作ってみると、電動性は非常に低いんだけども、非常にきれいな構造をしているということが分かりました。ただ、この構造が非常に珍しいスリックとヘキサゴナル構造というスタックの仕方をしているということが分かりました。で、それをですね、これ物理の常幸先生にですね、のところで計算してもらうと、実は、ちょっと分かりにくいんですけど、ここしか読みませんが、炭素の白金自重連のナノシートは確かに、このギャップが52ミリエレクトンボルトあってですね、室温でトポロジカル絶縁体になる可能性があると。それから、実は多層と炭素の、バンド構造は非常に酷似してて、ですから多層でもですね、トポロジカル絶縁体になる可能性があるということが分かりました。これ以上ちょっとまだ実験進んでないんですけども、そういう新しい物質を見つけたということです。で、それ以外にちょっとナノシートの紹介をします。これさっき一次元の電子ワイヤーを作るときに枝分かれした構造を作ってた、このテレプリジンが3つついた配子なんですけど、これをですね、やっぱり液液界面で、金属イオンと反応させると、こういう構造の二次元の構造体ができます。で、これはですね、三角形でですね、色が変わる、エレクトロクロミックの材料になりますので、それを使ってですね、こういうユニバーシティオブ東京、今は理科大では東京ユニバーシティオブサイエンスって言ってますけれども、そういうのにデモンストレーションに使えるわけですね。それからこれはですね、東海工学との共同研究で、非常に大きなフィルムができますので、色ガラスができますので、フォトクロミックメガネの次に来るようなエレクトロクロミックメガネというものにですね、使えると。今無色ですけど、これスイッチをオンにすると私色がつくと、そういうものにですね、展開できるということをちょっとやりました。それからこれは同じテレピリジンの作態ですけども、金属の種類、この
亜鉛にするとですね、リドックス活性ではなくなるんですけども、非常に発光性のナノシートができるということを見出したりしました。それから、もう一つ、これはジピリナット作体というやつなんですけど、これは今東北大に移ったですね、坂本さんが主でやってくれた研究ですけども、彼はですね、このジピリナット作体というのが非常に、右と左の配置の構造を変えると非常に強く発光するよということとかですね、それを使って、キラティを、入れ込んでですね、変更発光ですね、CPL を出したり、それから一次元のポリマーを作るというようなことをやってくれておりまして、で彼がこれをですね、さらに二次元のシートへ展開してくれました。で実際に、この3方向のジピリン配子をですね、作るとこういうきれいな構造のナノシートができて、これが光を電流に変える光電変換のナノシートになるということが見出されてですね、ただこれ量子率は 1% 以下と低いんですけど、まあ、さらにこれにちょっと構造をですね、ポルフィニンを入れたりして変えると量子率が上がったりですね、それから全可視領域を吸収できるようなそういう、光光電変換、材料になるというようなことを見つけてくれました。それから、これは、今中国に戻ったスン君がですね、やってくれた、スンさんがやってくれたんですけども、さっきの、チオールをですね、6つチオールがあったような激差で、ベンゼン激差チオールだったんですけど、そのチオールの3個を網の木に変えると、実は網の木とそれからイビの木の構造はですね、酸化還元とそれから、プロトン、脱プロトン化で変わるということを見出しまして、要するに膜としてですね、この鉄全体と導電体の膜をこうスイッチできるようなそういう新しいナノシートを作りました。それからあとですね、今度は全部網の木に変わったやつではですね、ちょっとこれ酸化っていう条件が必要なんですけども、それをうまく使うと、科学的にもですね、それから電気科学的にもナノシートが合成できる。これ今シンガポールに戻った、ファンさんが作ってくれたやつなんですけども、でさらにこのナノシートは、非常に多電子のですね、電子移動して、レドックス活性を持ちますので、電池の材料としても非常にいいということで、これ、和田さんがですね、リチウムイオン電池の正極材料として素晴らしい特性があるということを見出してくれました。さらにですね、今のシートは、水素発生反応の触媒であるということをこれ、ウーさんが、見出してくれて、彼今、台湾に戻って、よく台湾の大学に戻ってますけれども、見つけてくれました。それからちょっとこれ最後になりますが、草本さん今分子研のに、いますけれども、彼がうちでですね、光るラジカルっていうのを開発してくれましてですね、で、これ前知られてた TTM という光るラジカルだったんです。これ光当ててるとだんだん、光が構造壊れるんですけども、そこにペリジンを入れるとですね、非常にこう、光の当て性が増すということを見出してくれて、でペリジンが入ってますので、こう金属錯体になったり、それから、これ今帝国大学にいる服部さんが僕たちにやってくれた仕事ですけど、それからこれが発光の磁場効果という非常にこれも面白い現象を、木村さんと一緒にですね、見出してくれました。でその木村さんがですね、田口さんと一緒に今度はこのピリジンが3つついた配子を作って、亜鉛とイオンとくっつけると、実は単結晶の作成に成功してですね、まあ、実はナノシートの経緯で結晶構造ってなかなか分からなかったんですけど、初めて、これでですね、きれいな結晶構造をですね、解き明かしてくれました。でこの作体自身もですね、非常に面白い、磁気特性を持つ、発光の磁場効果を持つということも、報告してくれたということになります。で、ちょっとまだいいかな。もう時間がないんですけど、
ちょっとだけ理科大の話を少しだけさせていただこうと思います。今ですね、2020年から理科大の方に移ってますけど、理科大というと皆さん神楽坂と思うかもしれませんけど、実は私がいるのは、野田キャンパスです。そこの総合研究院というところにおりまして、こういう獣王館という綺麗な建物の3階に実験室、それから2階に私の教室、それから1階の研究機器センターにですね、後進区のその、低温のですね STM の装置を貸していただいたりしています。でちょっとそこでやった研究2つだけちょっと簡単に紹介します。で先ほど来ですね、我々最初に言い出した日経大地球連こういう構造してるって言いましたけど、ここの研究は非常にもう世界でいろいろ競争が始まってまして、これ中国の研究者ダーベン2のグループが、銅でやるとこういう詰まった構造になると、これタイプ2と言いますけどなることを報告します。これ超伝導にもなるということも報告しています。で我々ですね、鉄の錯体はですねこの、なんていうかな、タイプ2型であるということを、報告しまして、でさらにですねこれが、UVフォトディテクターになるということを、これ NIMS の塚越さんのグループと共同でですね、これクレストの共同研究でやりました。で、こういう FE の HT の大型のやつを作って、それをですね、こういう電子とかホールの、移動層とね組み合わせて積層構造にしてやると非常にですね高感度、高速温度、長期安定性の UV センサーができるということです。でこれはですね、我々多分論文にしたらですね、東京理科大学の広報がですね、ぜひ広報したいということで、連絡くれまして、で、もう論文発表されてたんですけども、国内に加えてですね、海外にも発信をしてくれまして、そしたら結構反響があってですね、なんかトップ 5% 以内の反響があったというような数値が出ています。それからもう一つ、紹介したいのは、これイギリスのね、ケンブリッジ大学のキャベンディス研究所の、シュリンガースグループと先生たちとの共同研究で、これ実は東大にいる時から、拠点形成とかですね、その前のクレストで一緒にやってたんですけど、やっと最近論文になりました。で、この論文は何かっていうと、さっき言ってたニッケルと銅ですね、これと BHT を混ぜると、実はどんな構造ができるかということです。それでこれをですね、もうすぐ戻ってきてですね、4月から東北大の状況になる、豊田さんがですね、ケンブリッジに行って実験してくれて、でニッケルとコバルトの比率を変えるとですね、実はある割合のところで、構造が一定になるということが見つかってきてですね、それがちょうどニッケルと銅の比が1対2の構造ということです。それで我々一対2だとすると、さっきの穴開きのタイプ1の構造の穴にですね、ちょうど銅の僕のベージュでこうスポッとこう入り込んだような、そういう構造になってるんじゃないかなということで、いろいろ研究をしました。で最終的には、それが非常に、高結晶化度のですね高いバイレイヤー構造で実際に存在するということを見出してですね、で実際にこう電子顕微鏡の写真でもそれが見えてきまして、実際にニッケルと銅の比率は、1対2です。それからシリンハウス圏ではですね、これが非常にちょうど1対2のところで、金属的な伝導になるということを測定をしましてですね、非常に高結晶化度で銅ですの高い、ヘテロメタルのナノシートの合成に成功したということで、これを2月に報告しまして、でこれを今やはり理科大の広報からですね、海外に流していただいているところであります。ということで、ちょっと後半急ぎましたけども、ハイナノシートの研究っていうのは、実は私が55過ぎてから始めたんですけど、まだまだ展開が基礎とですね、こういう展開いろいろあるので、もうちょっと理科大で残りを
期間ですね、研究を続けたいなと思っています。で、最後になりました。社事をちょっとお話しします。先ほど来示してました、佐々木先生、それから斉藤先生、安藤先生、本田先生、マレー先生に心から感謝いたします。それから国内外の共同研究者、企業の皆様、そして何よりも東大理学系研究科学教室の皆様に感謝いたします。それからここにちょっと見にくいと思うんですけど、研究室の全メンバーのリストです。もちろんちょっと関わった方とか秘書さんも入ってますけど、216名の方とですね、この理学、科学教室でですね、一緒に過ごすことができました。大変ありがとうございました。 とはいえですね、その前の、慶応の皆さんともですね、非常に、今でも交流して本当に感謝しております。これは、4年、5年前ですかね、もなりますけども、荒木先生もいらっしゃいますが、慶応の時の研究室のメンバーで撮った写真です。それからこれは、東大の、集合写真、なかなか撮れないんですけど、研究室20周年の同窓会2015年にあった時の写真です。そして、今理科大ではですね、こういうメンバーで学生さんも卒業研究生もいますが、東大から移ってきていただいたスタッフのメンバーと、ね、一生懸命楽しく研究を続けているということです。それからすいません、ちょっと今日は研究の話だけだったんですけど、科学教室と関係あるのでちょっとあれしますが、私大学の教育以外にですね、初等中等教育の方にもですね、何かの縁でですね、深く関わってくるようになりまして、いろんな学術会議とか文科省とか出版社とかですね、いろんな協会とか省とかなんかでやっています。で、実は名誉教授の、大木先生が、2000年に始めた NPO の SSISS っていうのを私ずっ と,、立ち上げた時から管理をして、何も してなかったんですけど、科学教育に大木先生、田丸先生非常に訓導を受けましてですね、それで2021年からこの3代目の理事長になりまして、今、この間コロナの中ですね、中学校に行って、出前実験をしてきました。そういうことで、大学生だけじゃなくてですね、こういう若い世代も、育っていきたいということをまたやっていきたいと思います。で、最後にこれが今日多分一番大事なスライドなんですけど、ここにおりますけど、私の家族に深く感謝したいと思います。実はですね、私のかみさんはですね、同級生で、これは学部入った時の写真なんですけど、私ここで、かみさんここなんですけど、嫌われてるように見えますが、で、学生結婚、ドクター2年の時に結婚して、これドクター卒業する時にですね、ここにかみさんが真ん中にいます。で、その後ちゃんと子供を2人の息子を育ててくれて、で、孫もできたということで、本当に、同じ研究者としてですね、支えてくれて、支持してくれたことに深く感謝したいと思います。ちょっと長くなりました。ご清聴ありがとうございました。最終講義をいただきましてありがとうございました。時間もしてますので、質疑応答はちょっと、今回はちょっと割愛させていただいて、休憩時間もありますので、その時に、先生に質問とかがありましたら、その時によろしくお願いいたします。それでは次に花束贈呈に移りたいと思います。科学教室を代表いたしまして、2007年の3月に、西原先生の研究室で博士号を取得されました坂本愛子さんより花束を贈呈させていただきます。坂本さん、どうぞ。続いて科学教室から、記念品を贈呈したいと思います。記念品の贈呈は無機分析系教員を代表いたしまして、塩谷光彦教授にお願いいたします。塩谷先生、お願いいたします。
発表室にですね、私普通の、記念碑以外に先生方の、なんていうかな、私の名前だけでいいって言ったんですけど、書いた色紙を欲しいなって頼んでおりました。それをいただきました。本当に科学教室の先生がどうもありがとうございます。記念品の内容は、色紙と、先生がご旅行をされたいということで旅行券をご用意させていただきました。塩谷先生から、簡単なスピーチをいただきたいと思います。講演台の方でマスクを取ってお願いいたします。私西原先生とは、もう21年間科学教室でご一緒させていただきました。一緒に武器分析カンコーダーでですね、一緒に研究教育に携わらせていただきました。まずは今日の最終講義ありがとうございました。近くにいるのでよく知ってるつもりだったんですが、非常に新鮮な内容もたくさんありまして、西原先生がこれまでどのように研究をこう高めて裾野を広げていかれたかというのが非常によく分かりました。本当にありがとうございました。実は約もう20年以上前になりますけども、私がここに着任した時にすぐに西原先生の講義のノートをコピーさせていただいてですね、もう時効になっていると思いますけれども、西原先生の講義をこっそり一度後ろで聞かせていただきました。で、先ほど山之内先生から西原先生は講義中に何かこう洒落たことをおっしゃられるというのを聞いていましたので、確かに私まだ今日で2回目しか聞いてないんですが、1回目に初めて聞いた時にそれを目の当たりにしまして、学生には少し受けてましたけども、私は世代が近いので私の方が共鳴してたような気がいたします。それも私もそれも目指しておりました。それでですね、西原先生には長いこと、科学教室、そして科学、その学術全体に対して非常に多大な貢献をされたことをですね、心より敬意を表したいと思います。実は1ヶ月ほど前に西原先生理科大に訪問させていただきました。それでそこの、スタッフの方、学生の方、それから秘書さん、にお会いしまして、先生がそういう方たちに囲まれてですね、非常にまた素晴らしいその研究教育の場を再構築されていると、非常にパワフルだなというふうに思いました。今後もご研究がますます発展されることを祈っております。そして実はこれから本題に入るんですが、先ほども内容を言われたので記念品の中にはですね、西原先生側と山之内先生側でこういろいろ紆余曲折があったと思うそうですけれども、ぜひこの後、今なかなかコロナで旅行とか難しいですけれども、奥様と水入らずで旅行していただきたいということで旅行券をお送りいたします。それから本来はこういう最終講義の後に学士会館で懇親会を行って、みんなで歌を歌ったりとか、するそういう習慣があったんですけれども、残念ながらできなかったので、科学教室からの感謝の意を表すという意味で、こういう色紙を作成いたしましたので、ご昼食会メンバーですね、講師以上の先生方にお願いいたしました。はい、で最後の一つなんですが、おそらく西原先生がちょうどご退職されて2年間コロナのことでですね、なかなか多分西原先生に直接お会いする機会がなくなってしまったかと思われます。皆さんも非常に久しぶりに西原先生
と対面されたという方が多いんじゃないかと思うんですが、実は私は西原先生となぜかしょっちゅう会っていまして、根津から本郷通りに上がる坂をご存知だと思いますけども、ちょうどその真ん中あたりでですね、朝も夜もよく会うんですね。なんか生活パターンがこうシンクロしているような感じがしていてですね、まあ最近は何か西原先生歩いてこられるのかなとこうなんかこう見てしまうというですね、そんな生活をしております。また時々お会いすると思いますので、またよろしくお願いいたします。それでは最後の一言ですけれども、ますますご研究の発展とともにですね、まずご健康に留意されて、ますますご活躍されてください。本当にこれはお礼の言葉として申し上げさせていただきたいと思います。ありがとうございました。以上をもちまして、西原博士名誉教授の最終講義をお開きとさせていただきます。皆様、もう一度拍手で、西原先生に感謝します。